日本通で、日本語ペラペラのインド人 A が、初めてインド国外を出るインド人 B を伴って、今日から、うちの職場でお仕事開始。今日の仕事が終わるや否や、A が、この近辺のココイチはどこですか?と聞いてきた。お昼がパンのみでお腹空いた。ココイチ、一年ぶりで恋しいと。最寄り店への地図を印字して、渡したら B を連れて突撃しに行った。明日、B の反応を聞くのが楽しみ。ココイチに行ったインド人へ、B にさっき確認してみた。俺、ココイチ、口にあったかい?いえ、喜んで食べてましたよ。豚ベースだから、ベジタリアンの B にはまずいんですが。俺、そりゃまずいでしょう。いえ、ベジタリアンには、宗教的な理由と習慣的な理由の二通りがあって、B は習慣的な方だから。俺、それで言い訳?いえ、本当のインド料理屋は、早く閉まるし、本人が気づいてなければ問題なしです。イビー、日本語わからないので終始ニコニコ。ここで、俺の上司のインド人登場。上司、B 君は、インド料理かイタリアンしか食べれないから。お昼はパタミラノ行くんだけど、俺も行く。口が軽い俺は、昨晩の A の所業をばらしてしまう恐れを感じて、俺、仕事溜まってるんで弁当にしときます。と遠慮しておいた。日本 B 機のインド人 A が、中立のインド人 B の日本滞在の食生活の質を上げようと頑張ってる話。ということにしておいてくれ。インド人を日本式カレー屋に連れて行くときは、宗教的理由によるベジタリアンかどうかだけは、確認してやっておくれ。その上で気に入ってくれるか否かは、その人の好み次第だ。ちなみに、インド人上司もココイチ、ラブだ。この上司は、そばと刺身もラブだが、インド人 A はこれらは NG。食の嗜好のばらつきは日本人よりもでかい。つまり、インド人が日本式カレーに怒るか?の件だが、当たり前の話だが、人による、ということですね。